全部スクショしてもよろしいですかスクショですかスッピンが一番好きほんとにやった <laughs> う,んうん元気うん元気あいみん発信でスッピン見せてくれない あいみーはあいみーはあれだよなんだろうねうんアッサンさんもノワールさんもホズミさんもホズミさんもいてくれてるありがとうポブポボポボここはポボですかありがとう BPM さんも d ーさんもここはポボありがとう ジティのお嬢さん,のさんもありがとう。カムちゃんさんもありがとう。ポボもありがとう。鼻声かな鼻声かなわかんない。鼻声の自覚もなかった。<laughs> 鼻鼻声かなリッチャーさん、ありがとう、レインボーのスミツ。稽古は うんどうだろうなんかあ分かんない <laughs> 分かんないところも多いかもあーグッドアスさんぽぅありがとう4個くにさんもありがとうぽぅ六6個あっさんさまハートのありがとうアリサディーバーさんもぽぅ六6個あっさんさま こんばんは稽古はそうなんか楽しい反面緊張もあるし不安もあるしあとはなんだろうななんか言われたことこれをこうしてくださいって言われるじゃんなんかなんだろうなあのすごいあ 確かにあ分かりますみたいな位置とかもそうだしあそれは確かになあって思うけどえそれ分からんみたいな <laughs> それなんやろうみたいな,な何が一見なん,かなんか分からんなみたいなところもあってっそれはまた聞いて聞いて, <laughs> 聞いてうん見ようかなと思いますね。男性 確かにね。ああ、初めて。まあ、なんか前のところ、前のそのドールも、一応、その、なんだろう、男性はいたけど、稽古のね、時はいたけど、本番はちょっとできなかったから、ね。うん、そうね。やればできるかうん、できるか一日からみんな大、うん、セリフあってたそうな。うん。 セリフはなんか別に覚えるのうんまあ苦じゃないと言えばちょっとあれですけど <laughs> 苦じゃないなんかそこまで苦手ではない覚えるの自体は。イホイさんありがとう4個。 読んでないのもあってね。グッドアースさんありがとう、ノアレスさんありがとう。こんばんは、こんばんは、こんばんは、こんばんは。写真かわいい、本当？お疲れ。ジスリーさん十個ありがとう。 私なりのしおりちゃんを見つければ見つけれればいいなって思いますじゃあもうもうね昨日ね昨日投資やったんですよ <laughs> やばない稽古稽古3回ぐらいしか34回33回ぐらいしかちゃんとできてないのに投資をやったんですよ <laughs> びっくり本当にえっもう投資ですかってなって。 ゴリ押しでありましたんこんばんは <laughs> みんなハッピーさんありがとうみつ <laughs> びっくり別にねなんか嫌なわけではなかったけど なんかむしろなんかその流れが分かっていいんだけどな私とかはさなんかその何主役の人とかセリフ量多いのに <laughs> 大丈夫すごいなと思ってうん何なの出番もありますよそう最初テンパりがちそうなんかねー なんか自分人見知りじゃないんだけどあ嘘なんか分かんないんだよね自分が人見知りなのか人見知りじゃないのかちょっと分かんなくて話せるは話せるんだけどうん,んか難しいドアスさん10個ありがとうねグアム時代さんもありがとううんまあ確かにね劇団の人やってるけど うん、誰とよく話すの誰だろうなしのちゃんかも。しのっていう子が、あ、ダンプレね、ありがとね。そう、しのっていう子がいるんですけど、女の子で、ね。その子話すか。さらちゃんとも話すな。でもどうだろうなんか、時間がかぶらんかったら、あんまり話せんから。話す。 る時はあるんですなんかもう基本稽古稽古やってわ、まあ、終わったらかよなんかそうなのそこまで話すっていう感じの時間もないかもしらん人見知りじゃないでしょか分かんないんだよねなんか私あれなのかなって引き寄せない引き,引き寄せない人を引き 寄せないオーラがあるのかもしれないなんかもっと話しかけてほしいなーって思いつつうんえそうあそうなの、そう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 集団行動のスピード感ね苦手 <laughs> 集団行動は苦手なんですよね 集団のノリについていいてけないどうすればいいのかね分かんなくなっちゃうんですよね前よりはね改善したんですけどバリアがあるらしいあやぽんさんロッ個ありがと、ね、ポぽ舞台によってやっぱり雰囲気違うんー違うかなかも なんかうん違うかんいてい、ね、<laughs> うんいねめっちゃくれづるアヤポンさんありがとうキュートこんばんはキヨニさんスマート散歩ありがとう <laughs> 取りける時間あまりまだ事務所に行けてない 昨日は台風のようだったなんあれ昨日台風のようだったっけそんなにだったっけうんー帰り道一緒あでも昨日はん昨日はあのさらちゃんと帰り道一緒でしたお疲れ様お疲れ様です そうなんだよね、多分自分がこうぼーっとしてたら多分あるんだと思うそういう暗黒から <laughs> 話しかけてほしいなって思いながらそうなんだよね基本なんかぼーっとしてること多いから。っているとあんまり話しかけられないのかも <laughs> あれかな集中してると思われるのかな 何なんだろうアサーさんぽぽーありがとうねおぽーで合ってる <laughs> 4つありがとうそう見えない説はね結構そうよこんばんはカイロンさんありがとうペンライト壁あるように見えない、ね、見えないと信じたい <laughs> うーんねあれわかるよねなんか話しかけてほしいんやけどなんか多分まとっちゃってるんだよきっと悲からしいねこんばんは男性鼻炎さん私は鼻炎です鼻炎です鼻炎ともですなんか前髪をさストレートにさしたらさ余計に前髪目にかかっていたいバスツアーしたいよ したいよ。修造さん、本当ありがとう。どうさんもごくありがとう。こんばんは。あゆみのすっぴん見たことある？あゆみのすっぴん。ある、あります。なんか同じ部屋になった時、そのアイドル同じアイドルグループ行った時に。あのー、同じ同部屋になって見たことはある？可愛いけどね。 やっぱこう自分がさ見せたくないっていうのはさ人に見られたくないものっていっぱいあるじゃんみんな。<laughs> プライベートとかね見られたくないっていう人もいるしすっぴん見られたくないっていう人もいるしやっぱね人のねあの見て欲しくないところを無理やり見るのはね良くないですよ。は、まあ、してないと思うけどみんな <laughs>。無理やりはこんんば あ、誕生日やったの？えー、アイリスさん、お誕生日おめでとう。おめでとう。Happy birthday to you, Happy birthday to you, Happy birthday dear, アイリスさん。Happy birthday to you、おめでとう。おめでとう。よかったね、誕生日の。 ちなみに言うと明日ね佐野マチルダ心ちゃんの誕生日なコ心ちゃんの誕生日なんですよね前の舞台「アサルト・リリー」のルドビコ女学院「シュベスターの祈り」っていう作品に出させていただいた時の役の誕生日なんですよしのちゃんそうそうそうジョニーさんありがとう1ヶ月経つそうだね早いね 早いねびっくりほんとにポポーありがとうゆうなさんこんばんはクリオネさんじょこじょこありがとう清水さらちゃん清水さらちゃんさらちゃんの LINE ありよなんか連絡ねあのゆめりんの卒婚の時終わってから来てね嬉しかったこんばんは あ、おデートの相手ですか。いやなんかすごいみんなさなんかあのか誰だろうみたいな推測してくれてたと思うんですけど、全然あのあ,あゆみんです。<laughs> えっと全然あのあゆみんです。すいません。いやなんかいつもの人って書いた方が良かったのかなと思ったけど、いや会いたいなって会いたい人だなって思ったから会いたい人って書いたらなんかみんななんかどこどこの舞台の共演してそこからとかなんか会いちゃうからとか言ってたけど全然あゆみんです。 ごめんねなんか <laughs> ポボでやってほんとよかったユナさん10個10個ありがとう平次さんもポボありがとうゴゴユナさんポボありがとう前髪のイントネーションねイントネーション毎回突っ込まれるでももうこれこれで慣れてるから多分変えない変えれないユナさんありがとうね ねえ髪の毛また茶色くなってきちゃったいけるの早い仲良くなると早いとあそうなんだよね仲良くなると本当に深い関係になります <laughs> 星野とあの仲良くなるとあのめちゃくちゃもう深いもう真相に潜り込めます <laughs> うん そこのね壁をどうにかこうぶち破ってくれる人だったら人がいたらあのすごくいいんですけど1週間が過ぎ5分のピークやだこれ以上鼻つ詰まらせないでくれうなさん音符とハートありがとねバスの中でライブ確かにカラオケついてるバスとかやったらね歌えるしな 緊張する話しかけてくれないので緊張するよ警戒するよいろいろ警戒してねえわかるそういうのあるよねめっちゃあるめっちゃありますねこんばんはあと仲良くなってもさ数日空いちゃうとさちょっときついんだよねほんとになんかなんでだろうね仲良くなったのになんか次会ったら気まずいみたいな。 おはようが大事なんだろうね。多分第一声が大事なんだよ。そこを私がちょっと弱々しく言っちゃうから、あ、そういう感じかなって多分なっちゃうんだろうね。きっと改善します。元気な声で、おはようございますって言ったらいいのかな。こんばんは。なんかもでもそれもなんか才能だと思うのなんか自分の <laughs> もういいように考えたらね、なんか自分の才能かなって。 そういうなんかこう本んにね才能です同時することとなんか AT フィールドを張っちゃうのは私の才能だと思いますでもなんかねほんと人によっては話せるからなんか全然話せる子だよねって思われることもあるそうね本当人によるあるんですよ本当になんかフィーリングって本当に自分あるなっていうふうに思う人 ハッピーバースデートゥユーハッピーバースデートゥユーハッピーバースデートゥユー,アッーハッピーバースデートゥユーおめでとうおめでーうおめでとうおーでとおめでとうお月みたいおめでとう申し込み申し込み,申し込みっていつだったっけ書いてたっけいや書いてない申し込みの日が書いてないちょっとうおめでとうと

あれですね誕生日だありがとうありがとうこんばんはうん。ガンガンちゃんヨッシーさんんガンうん、ありがとう 安定なあゆみ今日も電話しました <laughs> どんだけあゆみんと仲いいんですかねってぐらい本当にねあゆみはね私の,あの友達あ、うん、親,親友と言っていいのかわかんないけど私は親友だと思っております親友でありあと私のメンタルケアをしてくれる <laughs> 子ですリッチュさんありがとう。レイボーの2確かに宣伝したから。いや、なんか思いがあふれた。<laughs> <laughs> 大介さんありがとう。10個。うん、またなんか結構。うしだ太郎さんありがとうね。トップティーのお師さんもありがとう。はずみさんもありがとう。くにさんもフォルさん。わ、ぼうぼう4個ありがとう。ごめん。 上、上行ってない。そこ、チグマさんありがとう。放課後千吏。出たらみんな来てくれますか出たら放課後千吏に出たらみんな来てくれる来てな、ね、いみんな。出たら。相性大事なんですよね。上とう。あっさんさんもありがとうね。へっしーさんもじっかり。 15、抽選申し込み15から。あさってだ。めたるさん、ありがとう、ペンちゃん。ニ個誕生日らしシュやないか、リッチャさん、ウィショウさん、ありがとう、セブンさん、ありがとう、虹色、いろ47さん。ねえ、ファーストシングル。あやみん親友じゃなかった誰も親友じゃない。確かに。あとね、もう一人。 あのねあの地元同じあの生誕にも来てくれた子がいるんですけどその子その子がねなんか最近あのねあの「今日あれなったんだらしいんですよ」あの気になってうこれここで言っていいのか、まあ、多分見てないからいいと思うんだけど <laughs> 気になってる人がいてその人とデートしたらしいんですようんそうでなんかすごいねあの なんかキュンキュンするようななんか中身でなんか私も勝手にキュンキュンしてました <laughs> 私もハッピーハッピーハッピーになりましたなんか声優声優なのかなでもなんかもう仕事とかそういうの関係なく私どうなんだろうなんか本当来てくださいね 何年おきとか決まってるあれ2000何か大体1年ごとにやってないな <laughs> 疲れ感感じますありがとう皆さん皆さん私のメンタルケアの方です <laughs> 皆さんが皆さんが 私をこう元気にしてくれますスタバちゃんそうスタバちゃんですジムタレさんありがとうまあ平さんとデートあー私な私んか私とデート何するのかな <laughs> 人によると思うけど何デート みんな私とデートするとしたら何デートしたいですか甘酸っぱいねそう甘酸っぱくていや甘々でしたねなんかすごいうんいやでもなんかね危ないわかんないじゃんなんかその人がさこう女の子女慣れっていうものですね女慣れをしてる人かもしれないからちょっとね そこはちょっと少し疑いつつあのあのねいいいい結果になればいいなって私は思ってますめっちゃいい子なんやろね本当にめっちゃいい子なんやけどなんか全然なんて言わのかなそういう恋愛経験とかなくてなんかね真面目でいい子やしなんか本当に毎回言ってるうん、スタバちゃんがね 私の,その友達が分との友達が男の子やったらもう本当にあに幸せやったろうねって <laughs> 話してるもう考えもねなんかめっちゃ一緒なんですよわかるわかるみたいな「父さんありがとう」「陰話3つ」「気になってる人とデートとか何その素敵イベントね」だよねもうなんかもう。 リア充さ <laughs> 日曜日ってリア充多いじゃん増えるじゃんなんかどっかから湧いてくるやん <laughs> すいませんごめんなさいすいませんそうでもあれリアンってけんさなんかわーって思うけどさでもなんかそういうほ本当に親しい人とかいい子のそういう話ってなんかこっちがほっこりするんよねなんか聞いとって。 ちゃんならマリーナの方が口かどうぞ <laughs> ああどうだろうなんか話してくれとったら聞くしそれ以外やったら確かに話すこと多いかもしれんかヨシさんありがとうありがとうあっさあさありがとうギフト全然いつもマリーナに免許えー何それうんそんな私が皆さんを癒やして せれてでき <laughs> なんかコミッションみたいなちょっと皆さんのメンタルをうん <laughs> メンタルをケアできているのであれば本望です本望です富士急ハイランドデートわあ楽しそう楽しそうやね いいねアニメートいいね <laughs> よきよき初日はたくくえー、嬉しいありがとね16から22までが本番の期間なので今何時うんならだ 口はままた後でします15日から24日が抽選申し込みらしいですあさってから映画館いいね映画館もいいねもう映画館とかさなんかずっとぼーっとできるよねずっとぼーっとできるボぼーっとする場所はないんやけどなんかさどこやったっけあれなんか池袋かな池袋の何だったっけどっちなんか2個あるよね映画館 大きいやつそれのねなんかすごいアーニャ見たとこがあるんですけどそこがすごいいいのかいい感じの映画館でした食べ歩きいいねディズニーはいいな、ね、食べ歩きもね食べ歩きって言ったらなんかすごい浅草のイメージとかあーあと新大久保とか原宿とか新大久保になんかチュロスのね結構駅,駅の近くのチュロスの。 なんかアイス、チュロスとオレオとアイスがあるやつみたいなあのスイーツがあるんですけどめっちゃ美味しいんで食べてみてくださいまた食べたいああ、一般発売後は4月の13日かららしいですありがとう聖地巡りいいねあそうねディズニーディズニーは行きたい行きたいけど疲れちゃうよね ね、だから体力ある時に行きたいなあとね気持ち的に余裕がある時に行きたいスイーツ食べに行こうスイーツ食べたい相手の人の相手のこ人のことは知ってるのあえっとね、えっと、私とそのえっとスタバちゃんは同じ小学校中学校なんですけどだ大体その小学校同じ人はこう中学校も大い みんな同じだねみたいな感じのあのー、学校の流れになってるんですけどそ,うそこで同級生やったんでその相手のこと知ってはいますけどあんま話したことないからどういう人は知らない <laughs> 全然知らないどういう人かだから多分変わってるだろうしねそう小学生のその人を知ってたとてね中学生のその人を知ってたとて多分変わってるから、ね うんでスイーツ食べるとしたらどこがいいかなむずいの。でもその新欲もまた食べたい。マリーナさんとドライブデートしてスイーツ巡りしわあー、いいね。うーん。え、いあ、そ,そ,うそ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 う。最近ドライブの良さに気づいて。そう。なんかドライブって、なんか無心でいられるんですよ。<laughs> そうなんかもうなんかずっとこうボーっとしてられるし <laughs> <laughs> ごめんねなんかそのとごめん, <laughs> <な>んか <laughs> この人ボーっとするのめっちゃ好きな人みたいになってるけど <laughs> ちょっとあの今,今の気分的に <laughs> そうだから本当にあの外ずっと見とく <laughs> もうでちょっと音楽かけながら。 いそ多分ん、まあ、運転するのは嫌やけど助手席にずっと乗っ取れるんやったらもう2時間とか3時間とか多分普通に余裕で乗ってられます。スタバちゃん病はそうだ,からだったからだ私もそんな分からんよ。えー、でもほんと本当になんかね とさ男性でもいろんな人がいるじゃんだからもう読むなんていうことはできません切,切実にねそうそう切実であ誠実な人とのそう幸せになってほしいリーナさんマリりさんね悲しい悲しいのかいいことなのかわからないのですがリア充じゃないんです、はい、そうなんです <laughs> まあね言い名付けいるからね でもね、な付けが2人ぐらいいるんだよねどうしようかなひなたしょうようか緑あいずくっていう人なんですけどちょっとどっちがいいかっていうのはまだ決められない <laughs> ね湧いてくるやんほんとほんとにねこんばんは初デートでどこ行きたいうーん迷うねなんだろう初デート 初デート初デートはえー何がいいんやろうねうんうん初デートはなんかご飯ぐらいでいいかもあんまりさ初デートにその人のこと知りすぎても なんか良くななないのかかかって思わん何でだろかなそ,あその人知りすぎてもというかその最初はご飯で内面的な部分を見てそっからなんか次デートするってなったらなんかもっとアク,アクティブなことをしてこの人がどういう人なんだなっていうのを行動と。 それはやっぱ言動とかで猫かぶってる場合もあるんだろうから <laughs> うんご飯がいいんじゃない <laughs> あ三3あ二27ありがとう映画デートいいね日曜にやったあいや、そうなんだよね本当そうだと思うそうあめっちゃ下寝るんだよごめんねグランドサンシャインあそこかも 待ってプレゼンタリーメインだうなぎ食べたいうなぎ食べたいカフェで買えあー乾燥するあー確かにねそれはそうかも新大久保で遊ぶ人多い確かに多いかもいい家に行けたろんな地名たしまあ慣れ慣れ慣れ多少は慣れてきたかなって感じえー、いいね浅草撮影会うーん こん,んこんばんは。皆さんこんばんは。ずっと一緒。うん、ポポさん、ポポさんじゃないわ。マツさんありがとう。こんばんは。ヨさんちょっと小学校ゼ <laughs> ラードンの面白いよね。私ででも最近はあの、レインボー、レインボー。 レインボーレレインボーレインボーあれレインボボーーっていう芸人さんなのかなんジャンボさんと池田さんがいるやつこの,のが好きです YouTube めっちゃ見てるあと「極主不動」っていうアニメを一気見しました最近車運転してないですてないんです ある意味かいやいいと思う少年心っていうのは地元確かドライブできなんできない絶対無理東京とか絶対しない怖い怖い怖いゲストありがとう久しぶり久お疲れですそうなのかな無心無い好きな音楽とか空間に入り浸れでさ入り浸れ垂樽垂れる 確かにそそれはそうかでもドライブで流す音楽って大事だと思いませんか私あったら多分バックナンバー <laughs> あんま多分明るい曲流さないんで明るい曲聴かあでも最近はときめき宣伝部アイドルのこの歌をめっちゃなんか聞いてます。 お無事高校生を卒業おめでとう、うん、そっか卒業の季節だ <laughs> 外勤者おーすげーえ、外勤者ってすごくない普通にすごくないいや高校ねお疲れ様でしたまあね高校卒業してからもいろいろとこれから新しいことが待っていると思いますがきっとなん人生なんとかなるので頑張ろうね 夜のドライブ好きだったな。いいね。東京でドライブとかえほとんど大学も自分。んバツル。うん、なん。て読むんだろう。ポボありがとう。<laughs> あれ固定表示。あれ私、二十歳に帰んかったっけ。勉強の助手席。いや、いいや。いいよ。 ナビを設定できたらいいよ。<laughs> 好きやらブぼ,ぼーっとして <laughs> うんマリーナ人を見る目ありそうだから人を見る目ねえないんじゃないかな <laughs> 人を見る目はないんじゃないんですかねまあなんかでも大切にしてくれ る人が一番だと思いますなんかもう自分を犠牲にしてでもこの人のことを大切にしたいっていうふうに思ってくれる人がいいなって思います <laughs> ちょっと言い過ぎでもさ結構ほんとそうだと思うんですよなんか やっぱ自分のことに精一杯になっちゃうじゃん。だけどそこをなんか自分にならずに相手のことを思えるのって本当に何か、まあ、ある程度の自分の中でも余裕は大事だしけどなんかそれが本当の愛なのではないかと私は思います。いくら自分がもう ピンチであっても相手のことを優先できる人って本当に大人だなと思うしはいュー面白いでしょ黒黒いいね黒かっこいいよね心臓だ伊勢 <laughs> さんまちゃんありがとううん 菅さんと結婚したいです。菅さん、確かに菅さんめっちゃいい旦那。<laughs> 車出しましょうか。マジっすか。初デートでもうモリモリ食べる。どうだろうね。初デートでもモリモリ食べるのかな食べるよ、多分。<laughs> 多分食べるよ。向こうがほとんど喋ってそう。 そうかな私ずっと多分めでてると思うひなたがひなた翔陽が結婚相手やったら彼氏やったらもうなんか「えー、なんでそんなにかいえ意味が分からん息吸っとる可愛いえー、今日なんか跳ねてるね髪の毛可愛いみたいな「ずっと可愛いって言ってると思うそうそうそうテーマパープ テーマーパークとか本当になんかその人のことをある程度知ってなんかじゃないとちょっとちょっときついですねうんこんばんはスカイタイミングやばいやばい星野さんこんしい。うん。マリーナさんはっていうのなんか人によく見られたいって思うのは結構あるので被ってしまうんじゃないでしょうか まあできないことはできないって言うよその掃除とか <laughs> 掃除あん苦手みたいな <laughs> 眠気うん眠気くはないあゆみんと寿司食べたいいいねじゃああゆみんと寿司食べよう <laughs> うんう、ま、なぎ浜浜名湖浜名湖浜んだろう バスツアー行きたいコウシさんありがとうねポーボー475さんチラードの宮のやつなんですえや、ー、えどれだろうレインボーコントチャンネルそう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 こんばんはおしおもろそれ見たことないかまだおしょうさんとペティネおしょうさんレインボーのシム2つありがとうソルタンさんもありがとうゲストこんばんはこんばんはよしーさん 牛さん。よいしょ。バックナンバー流してる。トッキーセンハスダアキちゃん。ああ。きちゃんね。可愛い,いよね。えぐい可愛い,い。立ち耳の子好きなんですよ私。立ち耳なんですよあきちゃんって。可愛い,いっす。車運転するとフロントアイドル聞くだけ。あいいね。それもいいと アイドル曲もね好きですよアイドル曲かバックナンバーとかそっち系のなんかこう歌かみたいな本当になんかあんまりそういうなんか <laughs> ヒップホップだよ o y o みたいなチェクラチョーみたいな y o l o c みたいなのはほとんど聞かないですねあとあの洋楽洋楽もほとんど聞かないです聞くことが自分から聞くことはほんとないと思います手ぐらい聞かないから。

いえいえよりも免許更新お更新ってあれ何年だっけ女性がよかった <laughs> おもろい東京タワーのライトアップだかいいね綺麗だね絶対あ固定表示あ固定表示ってどこから変える もう一回やってみる。ふテえユーロビートうーん。見る目あるかな仲良くなる子一いい子ばっかり。確かに。確かに。ああ仲良くなる子は本当にいい子しかなんかそういう遊んだりしないんですね。そこなんかうんーなんか。 いい子ななのかないい多分もちろん人にはさいい部分もある悪い部分もあるんだけどもなんかあちょっと合わないかなって悪い部分が自分に本当に合わないかなっていう思うそうそこまで仲良くならない。本当しん、そう辺って言えばいうかな本当に深く仲いいなっていう子は数人でいいから。 いそそうういの数人を見つけれる旅に出てます出ては出てはないです別に今の親友だけで大丈夫っていうのもあるけどもうこれからねもしかしたらまた出会うかもしれないスピッツうんーチェリーウェイウェイだあーいいねえ損得 て、うん、すごいなんだその言葉火の中の水の中 <laughs> すごいああそう尊敬し合えるのいいね尊敬し合えるそれはそう尊敬できる部分がお互いあるのはいいねあとなんか譲り合いの精神も大事だと思う思いやりね自己犠牲の愛よ確かにそうだよ自己犠牲ほんとそうだよねなんかちゃんと周りを見れてね 無、うん、リボリ食べますで <laughs> いこと言って <laughs> 財布出したら買えるか <laughs> 財布出したら買えるかって何 <laughs> どういうこと買えるか買えるかあるのかな買えるかねなんかちょっとありましたけどそういうの買えるか嫌だなって思うの んーなんかなんだろううん,んだろうな,なんか見え張りめっちゃ見え張ってくるのは無理かも。<laughs> とかなんかそのなんて言えばいいのかないやーそれ自慢することじゃないでしょうみたいな。 っていうのをなんかすごいちょっと「おいこうでこうでこれしてたんだ」みたいな感じで言われたら「ああそうなんだ」みたいなっ <laughs> て多分なっちゃうかもなんかってなると思いますそうなんかね「それは一番ならんよ」とか話す内容がなんか下品すぎたらちょっと無理です そうあうんそれある多分自分下品なことを発されるとえって <laughs> なっちゃうのであの衛生的に汚いやつとか無理なのでいやなんかその,その部屋が汚いとかは私も分かるんでいいんですけど <laughs> あの外にいて外にいてってなんか周りの人に聞かれてえってなるような。 くらいの、なんか汚いような話、下品な話は、無理です。<laughs> はい、という先ス自分が終わったら、それはどうなんだろう。まあね、確かに、それはね、そうね。だかまあ、気持ち的にはね。ああ、待って、もう、めっちゃしそのようなる、もう、配信するといつもこうなんですよね。おしおさん、スマートさん、大好きけさん、ありがとう、こんばんは。家事を、あ、家事してほしいな <laughs>。 うん、浜こはまなこあてた二つ舞台二つ舞台の稽古二つ舞台の稽古うんうんしない私ああそうなんですあのさ稽古が被るみたいなことまだしたことなくて私絶対多分パンクしすると思うそうもこさんありがとう六個洋楽は意味好きああなんかちょっと前では好きみたいなの言ってたけどわかんない今も好きなのかあんま音楽の話聞いてないから ト,リフトウィーこんばんは。ゴールド勉強。おぉ、3年。あ、3年か。3年じゃあ、じゃあ、来年うんうぃ、かっこいいね。そうね。確かに、ファンは確かに、感情、ファンは感情か。うん依存しすぎ。 コメントえ分かったありがとうありがとうございますまあねうん <laughs> 今日はあの方のコメント <laughs> いやなんかね一周回って面白い時もその <laughs> もうあるから何とも言えんけどそのなんかいやだそんぐらいのコメントならいいんですよなんかあのなんていうのかななんかもうえみたいななんかそういうああ あ分かった分かったはい分かりましたなんかあのなんかなんか飲み飲み,みとかそういう飲み絡みで汚い話とかされる汚い話は本当に無理です <laughs> っていう感じそうなんですよそういうのでチャラい人はちょっと私は苦手です うん早いまたさんレインボーのしめぐみさんもありがとう大介さんも自己優等ありがとう稽古で疲れて帰ってきたらご飯作ええー、噛みすぎるそんなん噛みすぎるやばいやばいやばいもう「うあみたいな「ごはん <laughs> ごはん作ってくれたの食べる!」っていうでデザートあるよって言ってくれた時にはもう,う「<laughs> <laughs> そんなに完璧な人おるんって感動する多分そう一つの描きを21歳かこんばんはせいちゃんさん50分ありがとううんいいですねちょっと意味がわからないですねそういうのでこうね 予約制になってうんそうなのおもてなしの心でありがとうございますデザートはピノ買っておきますあー最高すぎるでもあれやね一緒に買うのでもいいけどねご飯食べてあせいちゃんさんフォローしましたありがとうご飯食べてコンビニでアイス買いに行こうみたいなそんな ラブコメのような展開もいいんじゃないでしょうか。ということで今から告知に入らせてさせてさせていただきます。告知です。で,ではこちらからディディーン。えー、劇団バルスキッチン第33回公演どぎまぎメモリアル「まぎまぎブルーバージョン」という。 ここまで言わんけどよかったっていう公演があります。あ、舞台があります。で期間が、えっと、2024年の3月27日から、水曜日から2024年3月31日、日曜日まで、えー、本番があります。そして、えー、ジョん公演日が、公演日、そして開演時間です。えー、3月の27日、水曜日が14時間。 公演と19時公演、えー、3月に28日木曜日が14時開園19時開園そして29日も同じく、えー、14時開園19時開園そして30日は、えー、と土曜日で13時開園と18時開園そして最終日の3一日日曜日が、えー、12時開園17時開園となっております。えー、始まるね 受付開始、えー、約4ん会会場開演の45分前に皆さん来てくださいね。はい、えっ、ー、とー開演…公演時間えんうん、うん、えっ、ー、と <laughs> 上演時間は約100分ほどとなっております。 で終了後はチェキ会もありますので皆さん来てくださいね皆さん是非よろしくお願いしますそしてこーラですね劇場の場所がバルススタジオですえー、こっちに住所が書いてありますえー、っとですね最寄りが高高高島平っていうところなんですけどそこからだいたい体ま約5分とかぐらいかなと思5分ぐらいで着きます是非 あ,あ2分だったごめんあえでも私的になんか5分ぐらいゆっくり歩く人なんでゆっくり歩く人やったら5分ぐらいかかりますはいチケット料金が、えー、S 席が8000円ですそして一般席が平日は5500円当日は6000円です土日祝日が6500円当日7000円となっておりますはいそしてこちらです えー、グッズなどですね。グッズなど、えっ、ー、とー、非売品のブラ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 。あ、でもこちら、明日まであれ今日までだっけん応援チケットというものがありますのでですね。あ、いすきです。もう完売しているだとはいあ。でもこんな感じでちょっとあの、いろんなチェキ、終焉後のチェキとかもあったりとか、なんかいろいろと、ブロマイドも。 うん。ついてたりとかするので。皆さん見てくださると嬉しいです。よろしくお願いします。あ、えっと、私はですね。こちらえっと藤波詩織ちゃんというえっと正統派あの自分で言うのになのですけど、正統派美少女キャラを演じさせていただきます。 えっと、すごいねあの可愛らしいピンク髪の子なんですけどこのね役をいただいたからには精、えっと精一杯頑張らせさせていただきますのでよろしくお願いします。でタクちゃんっていうのがこの、えっと、この公演の主人公が拓拓郎っていうんですけどそのタクちゃんのことが好きな、えっと、ゲームのキャラクターになってるんですけれどもその好きなキャラクターです。はい、そしてこ、えっと、こちら、ま、だこちららは チケットアズバイスされてないんですけど舞台アサルトリリース新章第2弾ということで、えー、サングリーズ編花々のあ花々の黄昏花花々の黄そ大島近海ネスト調査大編レイロータル新炭という新炭編いや新炭 はい、というものにですね、えー、松為、えー、イ花さんのねあの代役になるんですけれどもこのツインテールの、あのー、キャラクターをやらせていただくんですけれども <laughs> エレンスゲ女学院のクエレブレ隊長ということですごくあの、しっかり者なんですけどそんなね私しっかり本人はちょっとしてないかもしれないんですけどあの、頑張って。 演じたいいいと思いまますすので、えー、よろししくお願いします、えー、上映期間が5月の17日金曜日から5月の22日水曜日となっております、えー、劇場ではですね「亀有リリ,リオホール」というところで行われますので亀有駅から近くにあります皆さん、えー、このね5月んこの3月の終わりら,ら辺 <laughs> 終わりら辺から5月のね まあ中間より中間終わりらへん <laughs> 見かけてねあの会える機会もあ,ありますので楽しんで応援してくださると嬉しいなと思います。駅近ですどちらも駅近です。ありがとうございます。アサルトリリーはえっと三月のね十五日これ二十四三月で終わってる十四日チケットを抽選申し込み 27日当選発表となっておりらしいです。ありがとうございます。あゆみあゆみカメアリです。カメアリ発出図です。タッキーさん、ありがとう。ありがとうございます。ガタジーさん、ごこ,こありがとう。こんばんは、こんばんは。ありがとうね。 待て、はい、な感じで舞台もねちょっといろいろと決まっているしなんかすごく嬉しいな <laughs> っていうものが皆さんに共有できてそして皆さんと会える機会があって応援してくださる場所があることにすごく私は感動しております。 こんな感じでね。なんかあの？今日ちょっとすごいゆるい配信になっちゃったんですけど、すっぴん配信のゆるい感じになっちゃったんですけど、皆さんもね。あのありがとうございます。あの、最近はね。さっき言ったように、あの1週間なんか花粉すごいらしいんで。 あの鼻とか鼻炎持ちの人はねよりいつもやばいとは思うんですけどより気をつけてそしてあのね鼻炎じゃない方も鼻ムズムズしたら薬飲んだりとかあ,のあとマスクしたりとかあの風邪とかね気をつけてくださいあとはあの元気でね <laughs> 元気でね <laughs> あ,のあ,ゆあ,あゆみこうごいちさんうん合ってるうんあひろいちさんうん 合ってる。<laughs> ありがとうございます。初見さんなのに。はい。ひーさんどうもこんばんは。初見さん、ありがとう。もうちょっとで終わっちゃうんですよ。はい。あじゃ本当にね。なんかあの？人生いろいろとあると思うんですけど、これからね。あのー、まあなんとかあの人生ってなるようになるので。 なるようになると思えばなるようになるので。あのー、いっぱい。駆け上がっていきましょう。<laughs> みんな一緒に駆け上がっていきましょう。はい、すいません。すっぴ配信でした。体調はまあ、ぼちぼちって感じです。<laughs> ぼちぼちです。明日ホワイトでね,ね。ホワイトデー。本当に。あの別に私あの？ 何て言えばいいんですかね。特にプライベートであげてる人いないので <laughs>、お返しはないんですけど <laughs>。はい。なんですけど、あのー、皆さんもらった方はね、あげてくださいね、ちゃんと。はい、じゃあいちゃん、またね、またね、またね、ありがとう。はい。それでは、今日はここら辺で終わりたいと思います。また次の配信でお会いしましょう。次の配信、多分、あ水曜日かな次の水曜日とかになると思うので。 と Twitter、X と Instagram ありますのでフォローの方よろしくお願いします。あと TikTok もございますのでぜひ見てください。それでは最後にじゃんけんです。皆さん今日はありがとうございました。それではバイバイ、See you! じゃんけんぽい、今日はグーでした。皆さん、またね。<laughs> またね、おやすみなさい。